どうもこんにちは。はい、今日はですね、なかなか見れないと思うんで、今日は、連結検討書の、まあ、どうやって作ってるかというのをね、初めてじゃないですかね、打ち込んで実際、見せてあげようかなと思って、やります。はい。で、まず連結検討書というのが、まあ、トレーラーを引く際にですね、型式追加っていうトレーラー側につける方法と、牽引側、車側に連結検討書と950登録という名前なんですけど、まあ、それをする方法と2つあるんですね。で、この950登録というのと型式追加っていうので、牽引能力がクンと違ってたりします。で、950の方が実際引けなかったりとか、型式追加の方が引けなかったりとか、まあ、そういうことがありまして、まあ、それを、自分は Excel で作ってるんで、まあ、そういう感じで、まあ、どんな感じで打ち込んで書類として出してるかっていうのをね、今日動画にしたいと思います。はい。次にですね、これを打ち込む際に必要なものがありますね。連結所言表というのがね、これを打ち込む際には必要になります。この連結所言表というのが、ディーラーさんとか、メーカーさんに問い合わせて実際に取り寄せるんですけども、まあ、これはサービスセンターとかそういうとこでも出せると思います。所言表だけ出してくださいって言ったら所言表しか出てこないので、連結所言表が欲しいですって言えば、自動車の連結所言表がもらえるようになります。で、ここに今回、スバルのサンバーを連結検討書を取るので、まあ、今回そのサンプルとしてこちらに打ち込ませていただきます。で、こちらが型式追加用のライトトレーラー用連結検討書っていう、まあ、これは、型式追加、トレーラー側に追加する場合に、まあ、こちらに打ち込むんですけども、まあ、みんなが知りたいのって950登録だったりすると思うんで、まあ、今回これを、950登録で打ち込みたいと思います。社名型式とかこの辺は、後ほどね、手書きでもいいですし、書いて、まあ、やったりしますね。で、続いてこれが950登録という欄です。で、僕の Excel はこの950の方に所言を打ち込むと自動的に型式追加の方のデータにも飛ぶようにしてるんで、まあ、一回これで950の方に打ち込みたいと思います。この車両総重量というのが、まあ、最大積載量がある車で言えば、最大積載量込みの車両重量ですね、総重量ですね。これがサンバーは1350なんで1350で、車両重量というのは最大積載量を引かれてない乾燥重量みたいなものですね。これが890。次に、軸重ですね。後輪の軸なんですけども、後軸重なんですけど、これがだいたい440キロで、これが製造停止距離、これはディーラーさんでしか出ないので、気をつけましょう。この場合は制動停止距離が 50m の、初速80はい。で、次にシューブレーキ、踏み込む時のあのシューブレーキですね、あれが、これが 5.0 で、最高出力はこれ馬力ですね、ここが35で、次駐車ブレーキ、駐車ブレーキも、出てますね、2500ニュートン。はい、こんな感じで一応これができれば、もうこれで自動計算始まってます。はい。続いて、
これが型式追加、型式追加のところに全部反映されてます。でこれが一応出たデータなんですけど、ここの欄が空白になってるんですね。この空白欄にトレーラーの重量、おそらく430キロぐらいじゃないかなと。はい、でこういう感じでやると、この車両は430キロのトレーラーを引いた場合、この数値見たら大なりが低いですよね。ということは430キロ引けないので、まあ400キロぐらいにしましょうか。400キロでも多分変わらないですね。うん、10キロぐらいちょっと能力上がってるんで、まあ計算上どうあれ、一応引ける能力はあるんかなと思います。あと細かいこと言えば、この辺ですね、 PS とキロ製造力のここですね、まあ、ここがライトトレーラー使用車になってるんで、まあ、これ打ち込んだら多分、そんなには変わらない可能性はあるんですけど、まあ、一応こんな感じで950の方の登録と型式追加の方の登録と同時に計算式を作って、結果、まあ、よく引っ張れる方で登録をするっていうような感じでしてます。連結建造所の950だと実際これ空に40キロという、まあ、こういう結果が出てしまっているんで、またこれは貨物車だとね、やっぱこういう傾向になりやすいですね、4ナンバー車は。なので、まあ、ワゴンの車両を買うのが一番ベターかなと思います。バモスだとここがもう少し大きめに出るんで、その辺がねちょっと違いますね。はい、こちらがねバモスの初言です。まあ、この通りバモスにも駐車ブレーキとか主ブレーキとかっていろいろあって、結果としては計算式を経て、こんな感じですね。1310キロで480キロブレーキなしで引けますよという感じです。ブレーキありだと1310キロまで引けますよということですね。だから能力としてはやっぱりワゴン車のバモスの方が、まあ、あるってことですね。まあ、一応こういう計算式のやつとかいろんな書類はあるんですけど、前回っていうか今まで作ってた書類は、まあ、こんな感じの書類で上げてたんですけど、今回は同時に計算式を作りたいなと思ってあんな感じに一応してます。一応ね、多分ねこの駐車ブレーキっていうところが低いんですよ。多分3番は重量なんか全然バモスの方がありますし、ね、車両重量もバモスの方が重たいんですけど、まああやって牽引能力があっこまで違うというのは、まあ、馬力だってねバモスの方が低いですからね。なのでまあいろいろあるんですね、こういうのはね。はい、というわけでね、今日は連結検討書ってこうやって打ち込んでやってますよという、まあ、打ち込むというほどのもう打ち込みはすごいもう早いんでそんなしてないですけど、まあ、このソフトっていうかこの計算書を Excel で作る方がむしろ時間かかってたぐらいで、まあ、今後ねこういった書類を、たくさん作って、まあそうですね、まあゆくゆくどっかのタイミングでなんかトレーラーの強度計算書とかもこれでまあ見せてあげたらいいかなと思います。多分パッと見ては絶対分かんないんで、ぐちゃぐちゃなんで計算式もうほんま難しいんで、その動画内で見せたとこでそれをコピーしてやるっていうのは不可能だと思うんで、まあそれやったらまあ見せてもいいやろうと独断ですけどね。はい、まあ、そんなことでこんな感じで連結検討書を作ってるって感じでした。またよろしくお願いします。ありがとうございました。